早稲田大学応援部の学生応援団は、競技の応援を目的とする集団である。本校では、日本の学校や企業における伝統的な応援団について述べる。応援団内市応援部は、高等学校や大学等の教育機関における生徒、学生、あるいは、学校以外の社会組織内においても、課外活動的な存在として組織されている場合が、多い。 春夏の高校野球などのスポーツ競技で母校の応援を統率して活躍する人たちや、それを含む、集団全体を呼ぶ場合それぞれがあり、抗議の意味としての応援団と、競技の意味での応援団とがある。大学の応援部は、運動各部の応援をすることが多いことから、体育会に属することもある。また、組織によっては、いわゆる一般的に応援団員と呼ばれている主に、 男性によるリーダー担当員の他に内部に演奏担当部門や主に女性中心に構成されたチアリーダー担当部門を設けるところもあるが吹奏楽部は各校における来歴によってあくまでも音楽系部活動の一環として応援活動に協力する立場もあれば応援団音楽隊として発足した来歴を持ち応援団と一体となり活動するものがある他には 演舞会や大学入試の合格発表の際に合格した受験生を祝福するなどの活動をしている。古くは他人の行動を見に集まってヤジを発したり鼓舞する行為を行っている。自然発生的なものが応援団の走りとなるが現在につながる。応援団としての始まりはスポーツ競技などが大衆文化として定着しだした頃に、 それを見物しに集まったもろもろの集団の応援を統率した人あるいは少数の集団の存在と言える。現在のプロ野球の応援に見られる施設応援団は最近の応援技術や応援手法こそ前述の学生応援団のものを取り入れている部分も少なくないがその成り立ちを考えた場合この校で中心的に説明している学校や会社などの 応援団よりも、むしろ古い時代の野獣馬応援団の流れを受け継いだ、ものと言える。このように応援団発生の初期の頃は、現在よりも、右往の集団をまとめ上げる器量や、人望や、時には、腕力も、必要となったため、豪端でありながらもそやな荒くれの気質が強い、人間がそれに当たる傾向が強く、 その後の応援団という組織を構成する人たちの機質もその流れを組む傾向になった。従って、一般的には俗に言う、男気にあふれる監修や式たり、厳しい上下関係を持った集団であることが多い。同じように応援を指揮する団体として、アメリカンフットボールの応援などによく見られる、主に女性中心に構成されたチアリーダーがあるが、応援する形態や、 日常的な組織運営においては、多くの点において、趣きをことにしている場合が実際である。なお、アメリカにおいては、陸軍士官学校や海軍兵学校など、士官学校をはじめ、予備役昇降訓練課程が設置された、ランドグラント大学の流れを組む、州立大学などにおいては、日本の応援団に似た、軍隊式の応援をする大学も多く見られる。学校、 特に大学応援団の場合は、応援団内に、主に男子を中心としたリーダー部を中心に、チアリーダー部も併設している場合も少なくなく、細かな点で意識差はあるものの、チームの勝利に導くために応援するという目的は共通しており、基本的には互いに相反したり敵対する組織同士ではない。抗議の意味で捉える場合には、本来の応援団組織から離れ、 転じて、ある特定の人や集団を応援する人を指すことも、ある。例えば、人生応援団、体応援団などであるが、それらは、本来の応援団の組織としての慣習慣例の文化は引きずらない。また、同じ、スポーツの分野でも、ファンとしての集団や支持者なども、一般的には応援団と称する場合がある。このケースにおいても、前述で、 主に説明した、いわゆる学生応援団とは、集団としての体質や文化などが異なる場合が多い。このように時代の推移とともに、応援する集団と一口に言っても、その対象により細分化が進んでいて、一般に応援団と呼ぶ場合の多くは、学生応援団を指し、実際に構成員が学生ではない場合でも、学生応援団の組織文化を模倣した集団の、 ことを言う傾向が強い。学生組織に多く見られる古来からの日本型の応援団、とりわけリーダー部の行う応援行為は、アメリカンフットボールに見られる高等でのプレー指示の伝達が必要な競技では、競技の阻害行為となる場合があり、大会によっては音量や使用楽器に制限が存在する。日本型の応援団には、伝統的に、 ライバルとされる相手との対戦において、相手を嘲笑、罵倒するような内容の応援歌も存在するが、スポーツマンシップに反するとして、ブーイングに近い応援に制限が課せられることが増えており、日本でも自粛要請が行われている。アメリカンフットボールでは声援ではなく相手チームへのブーイングと判定された場合、5ヤードの罰則が適用される。競技によっては、 サポーター、ブンスターのように特別な故障が存在する。一高参考線の参考応援団旧制高校で応援団が結成されるようになったのは、1894年の高等学校令により、旧制高校が全国的に普及し、学生の運動部活動が学外でも展開するようになったことに始まる。1890年代後半には、声援隊、 応援隊などと呼ばれていたが、次第に応援団と通称化されるようになった。当初は常設の組織ではなく、対抗競技の際に、交友会活動の一環として組織されるのが、一般的で、規律的な応援活動を通じて、集団的な連帯感情を育て、各校の善良なる交風の発揚に高めることが、目的とされた。役員と団員からなり、顧問は、 職員の中から選ばれて応援団を監督し、団長は、交友会の合議により、候補者が選ばれ、全交友会員による直接選挙によって民主的に決められた。副団長は、団長が指名し、委員は各クラスから選出された。顧問を除く、全役員の任期は、原則1年が一般的だった。1970年代頃には、 過度な規律を求めたり暴力を肯定する傾向が高まり問題を起こす例が見られた。拓殖大学の応援団の例では、1972年に退部を申し出た1年生団員に暴行を加えたことが発覚して敗部。反省の色が見えたとして1974年に応援団が復活したものの、1978年に再び暴行事件があり、 一人が死亡したことから永久に廃止されることとなった。また国士館大学の応援団も1978年に政府団長が他大学の応援団長に暴行、強括した疑いで新宿警察署に逮捕されたことから同年6月に大学から解散を命じられている。2000年代以降では応援団への志願者が 減少しており、旧制高校の流れを組む東北大学応援団は一時団長が、新入生一人となったり、小樽消化題は一時休部している。見た目だけのものとしては以下に大別される。学生服を着用したリーダーが応援の指揮を取る、普通の学生と変わりない学生服の場合特別、あつらえの変形学生服など一般学生とは異なる学生服を、 応援組織専用のユニフォームとして、着用の場合閉意破貌の急性高校風な、バンカラ姿のリーダーが応援の指揮をとる。トレーナーを着用したリーダーが応援の指揮をとる。チアリーダーのみが応援の指揮をとる。変形学生服袴や柔道着、チームカラー、または、スクールカラーを基調としたハッピーやハチマキ、タスキを着用し白手袋をはめたり、メガホンを持ったりすることも多い。 また、大きな暖気を掲げる機種がいる。旧制中学の変異波防、汚さを競うかのようなバンカラスタイルを伝統とすることがあり、このような伝統を重いものとして継承している学校もある。その傾向が強いのは、東北地方、とりわけ岩手県と宮城県の旧制中学校を母体とした高校の多くが、このバンカラスタイルを伝統として代々継承している。 このスタイルでは、エールの際、通常の応援リードに見られる手振りによるものより、手旗によるものが多く見られ、これも、旧性高校風の応援スタイルを強く意識したもの。また、一般的に言われるバンからも、バンからと、バンからの二通りに分けることができる。本来、バンからはハイからに対抗した造語として生まれた言葉で、ある、バンからのことを示し、 平和房や羽織袴のスタイルはこちらに該当する。この、バンカラーについては、道着や袴を着用する、早稲田風と着古した、学生服を着用する、慶応風とに分類する見方もある。一方の、バンカラーは、番長カラーの略語として用いられているもので、変形学生服や特攻服を、主なユニフォームとするものは校舎に含まれ、もともと旧来からあった。 バンカラーを後年になって、これも一種のバンカラーとして、こじつけ的に生まれたもの。一般的な説明では、厳密に区別するより、むしろ一色他に、バンカラーとしている例が多いが、本来は別なものになる。本来応援団員が着用する長欄、中欄などの変形学ンには、様々な意味がある。例えば、カラー部分が長いのは、 礼の際に頭を下げた時首が曲がるのを防ぐため、上着の丈が長いのは同じく、礼をした際に、後ろがめくれ上がって、後方の人に尻を向けないようにするため、ズボンが太いのは、普通の細いズボンでは、激しい四股踏みなどの応援アクションに耐えられず、あっという間に、膝が出てしまうので、十分以上の太さが必要なため、もしくは横脚を隠して、見栄えを良くするため、などである。 白手袋は手の動きを大集団に対して明確に示すため。また、こういった意味合いから応援団特有の服装は実践に即した機能服のようなものでもあり、応援団の中でも現役としては最高位の指導者である最上級生幹部だけが着用を許されているケースも少なくない。汚らしい格好の応援団は、 前述のように文化としての応援団というものの、創業時に携わった人間に万からな気質のものが多かった影響によるもので、地域によってはまだまだ根強い気風ではあるが、時流の流れとともに、団体内部の組織や制度、運営がしっかりした団体が多くなった近年では、都市部を中心に衰退の傾向にある。このように、応援団は活動目的の特殊性から、 独特なスタイルや体制、寄付を取ることが特徴であるが、その他にも、この種の団体独特の習慣的な特徴がいくつか存在する。それは、個々の応援団の中で、絶対的、象徴的なものとして重要視され継承されていくことが多く、大外の応援団組織に共通する場合が多い。以下に、具体例を挙げる。慶応義塾大学の応援機大学や、 高等学校の応援団において後期が、新生子といっても、過言ではないほど、重要視されることは、諸漫画等によってよく知られている。これは、こうした学校の応援団にとどまらず、企業の応援団などにも見られるが、こちらは、あくまで体裁を作ろうためのみであることも多い。旗を扱う者は、騎手と呼ばれ、その団員の中でもかなり重要な地位にあることが多い。 実際、規律の厳しい応援団においては、応援中バタを掲げ続けなければならず、もし下ろすようなことがあれば、大変な地軸とされることがある。これがさらに進むと、収めている箱から出したが最後、手入れの時以外は、地面や床や机などにもつけてはならないとされたり、また、箱からの出し入れ、広げ方畳み方などにまで細かい手順、あるいは、 不分率が存在するような組織もある。応援団によっては、後期や射期でなく、団禁を掲げる場合もある。高校や大学の応援団では、旗を扱う者は、学生帽をこむることが多い。カラーガードも参照。旗に限らず、様々な応援用具を申請しすることも応援団に共通して見られる特徴である。高等学校や大学の 伝統的な応援団には特に顕著である。具体的には、腕章、看板、太鼓、学生棒など。受け継がれてボロボロになっても、ボロボロになっているからこそ、ご身体のごとく取り扱う。また、入れ物や周辺機材なども同時に申請しする。学生服の襟章、胸ポケットの希章について、細かい規定があるのも応援団の特徴である。例えば団員は、 団員のバッジ、下級生は下級生のバッジ、そして最上級生は専用のバッジと厳密に決められることが多い。また、大学の応援団の最下級生においては、数日から2週間程度にわたる夏合宿や春、合宿等の過酷な練習を乗り越えることができたものに、対して幹部から団バッジが授与され、その瞬間をもって、 見習い部員から正式部員に昇格するという大学が多い。本来的な意味で言えば、バッジそのものを物理的に重要視しているわけではなく、応援団の組織の人間関係は、厳しい上下関係に基づいた縦割り構造社会を根幹にしたものであることが多いため、その人物の組織内における位置関係を明確に示す階級章として、バッジに重要性が生まれる。 2008年 J1 リーグ第一節神戸戦において FC 東京の応援席で行われた一文字。この都市 J リーグ加盟10周年を果たし、バックスタンドの応援団が10の文字を作る青山、ほとりを披露する東京農業、大学全学応援団団,団長あるいは応援指揮者と呼ばれる代表が号令をかけ、それに従って団員が大きな掛け声を上げ、掛け声と共に、 空手の肩崩しのような動作をするスタイルが基本である。大学や高等学校の応援団には、母校の漢字を表す動きも取り入れられている。掛け声に使用されるフレーズとしては、以下のような言葉とともに、チーム名や選手名などを言うことが多い。この他に337拍子などを行ったり、効果や応援歌を歌ったりして選手にゲールを送る。 応援の発声方法では、複式呼吸によるものが望ましいとして指導されることが多い。以前は、掛け声のフレーズに、倒せが使われていたが、近年は相手に失礼であるとして、高校野球では使用されなくなった。また振り付けと共に行われる、演舞形式のものも多く、こういうタイプのものは一大学の学校下であるにも、かかわらず、周辺地域の間では、 民芸的な扱いとして名物となっているものもある。競技場における応援団員の応援方法では大きく分けて一般観戦客と同様に競技場側を向いて応援をする形式と観客席側を向いて一般客の応援行動をこぶリードする形式に分かれる。校舎のタイプの場合 一般客側を向いている団員に応援の移り変わりの指示を行き渡らせる役目を担う応援団用語で鏡と呼ばれる要因を配置する場合もある。社会人野球、都市対抗野球大会や日本プロサッカーリーグ、あるいは高校生の全国規模の著名なスポーツ大会では応援席で郷土芸能を取り入れたり、本拠地にゆかりのある民謡や盆踊りをアレンジしたもの。 また広島県に本拠地を置くチームが社文字を使うなど、郷土色のある応援を繰り広げる例がある。一文字を使った応援もある。代表格として、PL 学園高等学校野球部での、甲子園大会での応援、J リーグ一部クラブのゴール裏サポーター席での応援などである。応援団が応援の現場で用いる、楽器類には、太鼓、呼ぶ子、表紙目などが挙げられる。 太鼓に関しては近年ではバスドラムも増えているが特に伝統を重んじる応援団では和太鼓を愛用するところが多い。また応援団と一緒に吹奏楽による演奏を行うこともある近年応援団が活動するスポーツ競技によっては応援活動やその応援形態に様々な規制をする場合が少なくなくその規制の一つとして 和太鼓、大太鼓を禁止するものがある。代表的な場所として、甲子園球場では、和太鼓禁止となっている。そのため甲子園出場とともに応援スタイルを変えざる、得なかった、出場校もある。また県によっては、野球応援において、トランペットだけを使用しての応援を禁止している、ところもある。 早稲田大学応援部チアリーダー部門の学生一般的な認識では、競技の意味で学ラン等を着た男子学生の応援リーダーを応援団もしくは応援団員と捉える場合が多いが、実際の組織構成、運営は学校あるいはその応援団組織により様々である。学ランなどを着用した男子のみの集団の団体もあれば、一方では、講義の意味で捉え、応援を指揮。 指導するのを専門にした活動に携わる、集団全体を文字通り応援団とし、近年の華やかな応援には、不可欠とされる女子によるチアリーダーと、楽器演奏組織も応援団内に併設して三部構成を、取り、向上的に応援現場での行動は共にしている、団体もある。前者の場合、普段の応援では、男子リーダーのみの活動が中心で、大きな大会などの場では、 た団体である、チアリーダー部や吹奏楽部に協力を依頼する形で、応援体制を整える。養成先の団体の都合次第では、帯同を断られる場合も少なくなく、応援体制を常時整える意味では、デメリットとなる。メリットとしては、応援形態や、厚生辞任の関係で、男性中心であり、そのため、俗に言う紅白室という部活が、 より強く保たれやすい環境になる。そのため、男子リーダー部にはしばしば暴力的な体質が顕在化することもある。大学応援団の中には、全学組織という形態をとり、学生自治を任されている応援団組織もある。応援家の指導を行う山田工作。ありがとうございます。